世界初のケーブルだっていうふうに言ってます。というのはこの頃まだ高純度素材の話が全然なくて、皆さんは通常の線をどういうふうな構造で作るかっていうことに一生懸命なられたんですね。ところが私はそのカートリッジをやったおかげで、その高純度素材っていうものがどういうものかっていうのが次第に分かってきてですね、これはその構造もさることながら、その材料の吟味からやっぱりちゃんとしなきゃいけないと、ということになるとですね、町で売ってるものだけじゃ足りないわけです。どうしても新しく手に入れるっていうことをやらなきゃいけないので、そのメーカーさんにその素材の元を作ってくれないかということのお願いに回ることになるんですが、何しろ量が少ないカートリッジに巻く線というのは、だからまずお話は聞いていただけないんですよ。その可能性はねあると、そういうものは作れますよ。だけどその買っていただくとしたら大量に買ってもらわないととてもダメだということですね、全部話が壊れていっちゃうんですね。その中で初めてその高純度素材が手に入ったっていうのが実はこの新聞なんです。これは今見ますと1998年の4月22日に出ている日刊工業新聞なんですが、ここにですね、性質はキーに近いセブンナインの高純度銅が開発されたっていう、これだけの記事なんですよ。これを見てですね、僕はすぐ電話をしたわけです。ドア工業ってここに小さく出てるんで、私はもちろんドア工業なんて知りませんでしたんで、一生懸命訪ねて、そこの開発担当者にやっとたどり着いてですね、